これね、全然また別の話しましょうか。うん、まあ、実は日本のスポーツで唯一無観客試合を続けてるスポーツがあるんですよ。お、え、競馬ですよ。一回中止しなかった。え、なんだと思います？今ちょっと出ました。今ちょっと聞こえちゃった。競馬すいません、僕が空気を混ぜちゃいました。そうそうそう、いやね、その JRA ってもともと批判されてるから、はい、批判に強いんですよ。だから、バッシングに強いから、実はだから、調教師だかなんだかに感染者出たんですけど、新型コロナの。なんですけど、ずっと無観客の競馬続けてるんですよ。で、JRA って結構、古くから IT 化を進めていて、もうね、10年近く前から、即パッドっていう、ネットで即、ページーとかで口座を、銀行口座と連携させると、即入金できて、即使える、即投票できるシステムをもう入れてるんですね。で、僕、この間久しぶりにその亀谷くんっていう、亀谷競馬サロンっていうのをやってる人がいるんですよ。もう、要はめちゃくちゃ当てる予想家の人で、その亀谷くんがやってる亀谷競馬サロンを、まあ、僕の友人がよっちゃんという人がその競馬サロンのリアル競馬サロンをプロデュースしてて、でそこ行ってきたんです。でそこに先月行って、なんだっけな、皐月賞かな、皐月賞の日に僕がなんか190万円ぐらいの馬券を当ててすごいことになっちゃったんですけど、でも前回先週やった時も、まあ、先週2回目やったんですけど、もう YouTube で同説8000人ぐらい来ちゃって、結構盛り上がったんですけど、そこの場所が多分50人ぐらい入れる馬主席を模したような、競りの会場とか馬主席みたいな感じの結構豪華なシートがあって、でそこに多分300インチぐらいのでっかいスクリーンがあって、でそこでグリーンチャンネルっていうその競馬の生放送のチャンネルを流してるんですね。で今全部スマホで馬券を買えるんで、即パッドで。でそこに予想家の人たちが集まって、で、まあ、競馬でみんなで大体誰か当てるんで、当てたらみんなにシャンパン振る舞ったりとかみたいなことをこうやってるところがあって、これ見てて思ったのは、もうスポーツベッティングができれば、実は日本のスポーツって全部パブリックビューイングで無観客でできるんじゃないかって説です。日本のスポーツってなんかスポーツベッティングを是としない、まあ、要は刑法の賭博罪で、残りのその、公営競技とかでギャンブルができるところは特別立法して、例えば競馬法だったりとか、モーターボート競争法だったりとか、そういう法律を特別立法して、まあ、今回も IR の法律できましたけれども、そうやって特別立法して例外としてギャンブルを認めてるんですけど、これ実はすごくそのラスベガスとか、まあ、世界的にそのスポーツベッティングが合法な国、オンラインのベッティングが合法でライセンス制になってる国なんかは、もうネット配信でスポーツベッティングやってるんですよね。で、実はスポーツって、この本当にリアルにその場所に行って応援をしなきゃいけないものなのかっていうところから価値を考えた方がいいのかなと思ったんですよね。競馬は少なくともそれでいいかもしれない。永遠に無観客でもいいかもしれない。その方が実は馬は今ね、すごく馬券が、高配当の馬券が連続して出てるんですよ。なぜだと思います？え、馬がリラックスしてるんですか？もう馬がリラックスしてる。そう。で、怖がりな動物だから、その肉食動物から逃げなきゃいけないんで、音にすごい敏感なんですよ。だから、なんかブリンカーとか、その、なんかもうと 耳をとにかくこう、塞ぐようなデバイスをつけて走ってる馬なんかもいたりするんですけど、そいつらが今まで観客がいてビビってたのがいなくなっちゃったんでビビらないっていう。なるほど。なるほど。なのでね、結構いろいろ、競輪は実は昔からやってたんです。昔ってこと。昨年はミッドナイト競輪つって無観客競輪をやってたんですよ。で、ネット投票できたら夜の方がみんな投票するんで、無観客競輪やってもうそこでベッティングをすると。で、スポーツベッティングの会社はもう卓球とかビリヤードとかダーツみたいな
インドアスポーツは狭いところでもできるスポーツはもうスポーツベッティングの会社自社のビルにそういう場所作ってるんですよね。僕はあのこの間アルメニアって国に行ってきたんですけど、アルメニアってそのスポーツベッティングの割と大手の会社があって、僕そこを見学したらその地下にその卓球場とかなんかダーツの台とかいろいろあって、そこで延々とそのプロがあの試合をしてるんですよね。そこでそれにベッティングしてるんです、世界中から。だからなんかオンラインとそういうスポーツベッティング、オンラインスポーツのその無観客とオンラインベッティングってのはすごく親和性高いし、まあ僕は実はもう野球だろうがサッカーだろうが無観客でも成立するビジネスモデルがそうやって作れると思うし、そういうのを機にしてそういうオンラインベッティングっていうその一大産業を日本に立ち上げるっていうのも一つの手なの。確かに、うん、非常事態だからこそできることってあるじゃないですか。ありますね。そうですよね。あります、あります。ちなみにお聞きしてみたいんですけど、この二人にお聞きしてみたいのが、そのオンラインにスポーツがなったときに、その選手に対して、まあ、例えば、まあ、馬だったらあんまり大丈夫かもしれないですけど、例えば野球とかだったら、応援がモチベーションになったりとか、まあ、これも多分選手に寄り切るのかもしれないですけど、その応援を反映させるのは重要だと思います。重要だと思いますよ。だから、まあ分かんないですけど、LED なのか、けど、そういうものを、まあ、あとはスピーカーなのか、まあそういうのを実際にやった人たちとかいますよね。で、そこになんか人形置いとくとか。そうですよね。プリントしてなんか応援を、手書きのやつ置いとくとか。うん、で、いや、僕はだから、その会場をもし作るとしても、VIP だけ金払った人が来れるようにするのが面白いのかな。うん、それはまた全然別の話なんですけど、割と早期に無観客ライブをやった、ヒップホップのアーティストがいて、なんだっけ、バットホップですね、バットホップ、そう、はい、バットホップの実はその無観客ライブをクラウドファンディングで支援しようっていうプロジェクトは僕らの仲間がやったんですよ。そこの、まあ、プロデューサー兼アクター、まあ、演者もやってるワイザー君っていうのがいて、そのワイザー君をたまたま紹介されて、その全然そのコロナショックとかない時ですけど、でそこで繋いでたら、コロナショックで無観客ライブで 横割りを借りて、ライブをやろうとしたのに、なんか無観客になっちゃって、もう1億円借金を負いましたみたいな、まあ、若者たちなんですけど、で無観客ライブもやることになって、で実は僕ら見に行ったんですよ。お、はい、スタッフというか仲間内だけで10人見に行って、はい、横浜アリーナに誰もいない横浜アリーナにぐらいでライブを見るっていう、もうなんかすごい稀有な体験をさせてもらいましたけど、ああいうところに課金をするっていうのは結構僕ありなのかなと思いました。なんかディズニーランド貸し切り大富豪がするみたいな、それのもうちょっと一般版ですよね、多分感覚で言うと、ディズニーランドもね別に貸し切りだったらいいそうと思うんですけどね、エリア、せめてエリア別の貸し切りとかね、なんか、うん、うん、テーマパークとか。でもそこ本当にさっきの話戻っちゃいますけど、ガイドラインですよね。そうなんですよ、ガイドライン。そう。ちょっと、うん、ディズニーランドに関して僕ちょっと言いたいことあるんですよ。あ、ごめんなさい、突っ込んじゃった、すみません。はい。ディズニーランドに関しては、うん、正直これもしかしたらディズニーランドいらなくなるぞって思ってます。うん、ここがね、斉藤さんとかにぜひやってほしいんだけど、はい、VR に結構早くから注目をしていて、本当、オキュラスリフトの一番最初のやつが出たから、もうすでに、ね、コンタクトを取って、パーマーラッキーとかにもあったりとかして、で、いろいろ研究してて、で、最終的にその、まあ、バンダイナムコとかがやってるような施設あるじゃないですか、VR ゾーンとかに行って、はい、やっぱ VR ゾーンってすごい できいいんですよ。うん、で、まあ、例えば、まあ、マリオカートの VR 版とか実際に自分でプレイして楽しいんですよね。でこれやってて思ったのは、これ
テーマパークいらねえんじゃねっていうのはすっごい思いました。なるほど。だから本当に今この間これ実は堀江ワンで星野リゾートの星野さんと対談をした時に都心のそのサービスなしホテル、リミテッドサービスホテルはその古いものが淘汰されて新しいものは債務をカットした上で生き残ると。今コロナショックでもう全然その軽症者のなんか宿泊施設ぐらいな感じぐらいでしか多分稼働してなくて、あと全然ダメだと思うんですけど、そのリミテッドサービスホテルに需要がまず戻ってくるんだけれども、やっぱり新しく作られたところにしか戻ってこない。古いところは淘汰されて、リノベーションしたりとか建て替えるコストが出せない。でもこれの利用方法って考えたときに、僕多分一番いけるのはこの VR なんじゃないかな。つまり、この一人なり少人数が一つの部屋を借りて、そこが VR ルームになってて、ありとあらゆる VR のアトラクションがあって、もうそれこそディズニーランドとか USJ の、 激しい系のアトラクションですかね、激しくなくてもいいんだろうけど、そういうものが全部楽しめるような部屋になってるっていうのは結構これはいけるビジネスモデルなんじゃないかな、うん、しかも駅地下だしでコストかかんないし、うん、そうですよ。斉藤さんそのあたりでしょ。 VR に関しては多分そこのポテンシャルはまだ掘り切れてないと思うんですよ、うん。で多分堀江さんも結構前から注目されてるの僕なんかも知ってて、でそのアミューズメントパークとかでもっとこう臨場感を、まあ、さっきのスポーツの話もそうですけど、臨場感を得た上でもう少しプラスアルファのインセンティブがついて、まあ、それが情報なのか、ギブアウェイなのかがついた状態で VR っていうのは僕は絶対的にポテンシャルがあると思いますね。これはアミューズメントもそうだし、もしかしたらスポーツとか、コンサートとかライブとかもそうかもしれないですけど、ことアミューズメントに関しては、まあその物理的に行くのは行くで多分ありだと思うんですけど、VR とはすごい相性がいいコンテンツだと思います。そこを多分 VR って、まだそのキャズムを超えてないというか、実際にそれプレイした人が多分少ないだけで、もう今の技術だとかなりレベル高いんですよね。で、正直、まあ、ディズニーランドでビッグサンダーマウンテンとか乗るぐらいだったら、こっちの方が面白いんじゃないかって思うようなアトラクションはいくつかありますよ、すでに。それぐらい進化してると思うし、さらに言うと、まあ、ゲームのプラットフォームだと、コミュニケーション機能がついてるので、大人数で遊べる。例えば、だから、ね、ちょっと前は、荒野行動とか、はい、要は100人以上である FPS みたいなゲームが流行ったりとかもしてたわけですから、もう十分ポテンシャル的にはできるので、それがあとはキャズムを超えるかどうかなのかな。うん。うん、確かに。まあ、今回のそのコロナ騒動で超えるかなと思ったんですけど、そこまでは超えなかったけど、でもありとあらゆるものがさっきの教育じゃないですけど、教育ははっきり言ってオンラインのビデオの方がクオリティが高いことが分かったと思うんですよ、みんな。強制的にやらされてるんで。学校の先生より教えるのうめえじゃん。しかも安い。コストがもう驚くほど安いんで、要は、古臭い資格にこだわらなければ、実はそのオンライン中心の教育システムに乗っかった方が多分早いし安いですよ。だ大学の学費がなんかバイトもできなくなったら払えないからどうのこうのみたいな話があるんですけど、僕はもう一択でやめろと。いい機会だからやめてしまえというふうには思ってます。はい。はい、新しい可能性がいろいろ出てきたんですけど、そろそろお時間になってきましたので、ちょっと皆さん最後感想を一言ずついただきたいと思います。じゃあ古市さんからお願いいたします。さっきの話にも、今日ありがとうございました。さっきの話にもあったんですけど、ガイドライン、緊急事態宣言後のイベントのあり方、これならできるっていうガイドラインは今から用意して、その発表に向けて準備したいなと思っておりますので、斉藤さん、堀江さん、お力添えよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。斉藤さん、お願いします。はい、
あのガイドラインのところはもうありとあらゆる分野で、うん、多分あの集まってやった方がいいなと思うのと、まあ、我々みたいにもの作れる、チームはやっぱり その要望を聞いて何か開発をする、まあ、さっき堀江さんからデバイスとかというのもありましたけど、そういうところも視野に入れてちょっともう常識の上に、全部乗っけるというよりは全部こう新しい領域に出てくるっていうのを前提で、いろいろものを考えたいな、まあ、特にイベントに関してはこれからも状況が多分急変いろいろすると思って、そこに対応できるような、まあ、システムなのかもしくはプラットフォームなのかを作っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。では最後に堀江さん、本日のご感想をお願いいたします。いや、はい、いい議論ができたんではないかなと思います。僕もね、はい、まあ、いくつかそういうものを作ろうと思ってるんで、さっきの VR の話もそうですけど、まあ、ちょうどずっと僕がやりこうなるよ、世の中ってこうなるよと、例えば会社行かなくてもよくなるよとか、ホワイトカラーの仕事9割なくなるよとか、そう、教育、学校なんか行かなくてもいいんじゃないかとか、そういうのが何かのイベントによって多分顕在化していく、一気に変わるっていう予測をしてたんですけど、まさかそれが新型のウイルスだったとはっていう、それによるパニックだったとは想像できなかったし、この時期だったってことももちろん想像できなかったんですけれども、仮説はそのまま当てはまってるなっていうふうな印象ですね。はい、どうもありがとうございました。それでは本日、こちらで終了させていただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。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 